手です。左手下には中部セントレア空港がご覧になります。この先あと5分ほどいたしますと東京交換を開始いたします。東京の天候は最新のもので曇り、気温は摂氏25度と情報が入っております。先ほど出発時の佐賀空港よりも気温が7度ほど低くなっております。涼しくなっております。これから先高架に際して気流の変化により揺れがあるとの情報が入っております。高架中途中でシートベルトサインを点灯いたします。その際はシートベルトをしっかりとお締めください。本日あいにく関東地方曇っておりますが、雲が薄いためこれから先左手前方ですが富士山、またその西側には南アルプスの山が雲から顔を出しております。到着までもうしばらくの間ご辛抱ください。